佐賀県と長崎県を九州の観光における2つの星と位置づけ、その沿線をめぐる観光列車2つ星4047。記者が試乗会に参加し、列車の旅ならではの魅力を体験してきました。パールメタリックの車体がきらめくこちらの2つ星に乗って列車の旅に行ってきます。西九州新幹線の開業に合わせて2022年に運行を始め、昨年度の乗車率は 82% と人気の観光列車2つ星4047。おととい試乗会が開かれ、武雄温泉駅から長崎駅へおよそ3時間の旅を体験しました。2つ星4047は西九州の海巡り列車をコンセプトに、佐賀と長崎の魅力を発信しようと企画された観光列車。2つのコースに分かれていて、午前は有明海、午後は大村湾と2つの海の車窓を列車に揺られながらゆったりと堪能できます。沿線の駅には10分前後停車。地元の人たちが出迎え、ホームには地域の特産品が並びます。おすすめですか？確かに、どれがどれか分かんない。1本だけ選ぶなら私はこれをおすすめします。あ、じゃあそれと。これ選んでいく。鹿島市の肥前浜駅では地元の日本酒の飲み比べも楽しむことができます。それではいただきます。華やかな香りとほのかな甘みでとても美味しいです。有明海コースでは江北駅、肥前浜駅のほか多良駅でも沿線のおもてなしがあり、個性豊かな各地の魅力を感じられるのが二つ星の特徴です。車内で食べられるお弁当には佐賀牛のローストビーフやステーキ、有明海産の海苔など佐賀の特産品がたくさん詰め込まれていて、海を眺めながら味わうことができます。午前の便ではこの列車限定の2種類の弁当を注文することができ、事前予約をすれば車内で受け取れるということです。またこの列車では3両のうち2号車を丸ごとラウンジにしていて、嬉野茶など各地の一品を販売しているほか、佐賀海苔の試食体験なども行われています。日本のお客様だけではなくて海外のお客様にも多くご利用をいただいております。佐賀県と長崎県のその2つの西九州の大きな魅力をお伝えしたいという思いで作られた列車ですので、車内のみならずその停車駅での地域の方のおもてなしを十分にお客様にお楽しみいただきたいなと思っております。2つ星4047は金曜日から月曜日、祝日を中心に各ルート1日1本運行しているということです。